どうも、メデです。パーソナリティーでいきたいと思います。はい、本日はサブアカでも海王山高校トップ下作成やっていこうかなと思っております。デッキの方は滝峰、桜庭、栗林、アシト、香川、そしてアユ、この6人でいこうかなと思っております。まあとりあえずサブアカはね、海王山高校のガチャは引けてません。なのでアユだけ借りて、やっていこうかなと思っております。で、バッジはね、まあレスキューバッジ、まあこれが一番いいのかなと。まあメンタル2人入れてるんで、スタミナの上限も上がりますし、体力回復、まあこれが結構大事だと思いますので、これでやっていきたいと思います。アイテムの方はバードリーと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。で、まずはアユを踏んでいきますね。練習後イベント来てください。はい、OK、いいよ。まあとりあえず、まあ哲学が始まる前にアユの評価を上げ切りたい。まあそれを上げ切れれば、まあ OK かなと思っております。で、アユいるね。はい、アユ練習後イベント来てください。練習後イベント来たらこれで上がりきる。はい、 OK、 上がりきりました。なので克服はさっさと来てほしいですね。さっさとよろしくお願いします。ワンチャンラップは狙うか。ワンチャンラップは、ワンチャンラップは、あ、来ないか、残念。じゃあここ一回休んで哲学挑んでいきましょうか。おお、ここが来てくれた、ラッキー。あー、これ最速だ。最速でここが来ましたね。じゃあね、ここね、ラブパ狙うのもありなん、メンタル行くのもありなんですけど、ここはアユのデート行きます。多分アユのデートね、余るんですよ。基本的にアユのデートって多いイメージがあるので、行く暇がないイメージがあるので、ここで来てくれると、まあ一回潰しとくといいと思います。はい、誘拐行きまーす。まあ足らなくなったらちょっと休めてもいいので、はい、誘拐行くわ。はい、これで行きましょう。はい、そして桜庭、あー、ここ行きたいって行きたいけど、これメンタルいきます。オンメンタルいきましょう。はい、オンメンいきます。桜庭、小暮、まあ、小暮ね、今回まあデッキに入ってませんので、まあとりあえず一番寄せた方がいいキャラです。まあささっと寄せていきましょう。で、体力回復がもったいないな、赤川な、ちょっともったいねえな。はい、アシト、アユのあのイベントは怒らないでくれ。まだ怒らないでくれ。怒らないでくれ。最後の方で怒ってくれる方が助かります。で、これはここでいいんじゃないか。監督の評価も上げていきたいんでね、これフィジカルいってきます。なかなかね、やっぱスタメンメインでやった感じになれなかったので、まあとりあえず、まあ、監督の評価上げていこうかな、今回は。はい、アシト終わっていく。早えな、あと1回で終わっちゃうよ。じゃあオフェンス上げておきます。とりあえずアシトの依存オフェンス上げておきます。はい、メンタルが微妙だな。はい、これディフェンスいきます。はい、ディフェンス、あゆちゃんいます。あゆちゃん、ラッパー来てください。ラッパー、ワンチャンラッパー来ないかな。さすがにきついかな。あー、セキ君でした、残念。で、ここでメンタル行きたいところですね。メンタル行きたい。お、いいね。てか小暮くんがすごいいいとこにいてくれる。まあテクニックが一番いいけど、これはもうメンタルでいいでしょう。はい、オンメンタルいきまーす。いいでしょう。 OK ですね。ミネ君の評価上がっていく。で、メンタル、これはもうメンタルでしょう。はい、オフでよくね。これオフいきます。オフメンタルいきまーす。ナイスです。 OK です。まあ、関君、中山君もね、遠いんで、これはありがたい。はい、そしてこれは有本は、まあ、関君はいけてるんで、まあ、これ小暮でいきますね。はい、小暮くんのテンションが常に高い。ありがたいですね。で、アシト終わっていく。成功してくれ。ナイナイス、イーグルアイゲット。オッケー、いいですね。これで前目の、怖かったのは終わってくれました。で、メンタル。これね、一回デート行こうかな。ここでもいいんだ。フィジカルでもいい。オンフィジでもいい。オンフィジ行こうか。はい、18%、OK、通った。じゃあ次はデートですね。次はデート行きましょう。メンタルかデート。あ、でもこれが来たか。これが来たのならば、あれ、ちょっと待ってくださいね。これって回復骨どっちだっけ。ハードワーク骨ではなく回復骨取った方がいいですよね。で、回復骨取って、基本的に海王山高校って回復の骨それ以外なかったはずなんですよ。なのでここで回復の骨を抑えて しまって、まあ常に回復をしていただく方がいいか。はい、上行きまーす。回復、香川はね、すごいいい体力回復要因ですよね。てか体力がもう
いや、デートしようと思ったら前回近く持ってきました。ありがたい、さすがです。さすがバッチと香川、助かります。で、これを回復をされておきましょう。はい、そしてオフェンス微妙、これテクですね。テクいきましょう。はい、オンテクいきます。デートも踏んでいかないといけないんで、まあでも初め1回踏めてるのはやっぱでかかったね。ありがたいです。で、桜庭、これはルームメイトに立候補。はい、桜庭いいですね。いいよ、ここまでは結構いい動きしてる気がする。おー、これスピードですね。オンスピーいきましょう。で、次回復なければもうデートかな。はい、オンスピーいきます。オンスピーいきます。いきましょう。 5% 受け取った。いいよ、いい感じ、いい感じ。はい、カルロス。で、これは敏将もらっておきましょう。敏将もらえるときに敏将もらわないとね、ここダメなんで。はい、しっかりと回っていきます。1341。はい、では行きましょう。でもってメンタルが、うわー、ここ痛かったな。痛いけど、これはデートですね。はい、デート行きましょう。デート2回目。カラデートはやめてくれ。カラデートだけはやめてくれ。ターンがね、損するの本当にきつい。で、桜バス進んでいきますね。OK です。前指がすごい進んでるけど、後指大丈夫かな。ちょっと不安になってきた。あー、これオンダメなんだよな。微妙だな。どっち行くか。まあ、小暮くんは近づいてる。関くんも近づいてる。なので、こっち行こっか。栗林と香川の評価負けたいので、これはオフェンス行っておきます。はい、オフェンス行きましょう。中山、秋山近づいて。はい、コツゲット。決定力。決定力は正直香川のね、金属終わった時にもらえる。そして、ラブパください。ラブパ。ラブパー。アイゲットラッパ。ラッパの条件って何なんですかね。ここでラッパ、まあ、とりあえずもらったのでガツガツいきましょう。お、来た、ナイス。タックのところでこれは本当にありがたいんで、タックをバンバン振っていきたいと思います。あとテンション上がってるメンバーが強いんでね、まあとりあえずこれテクニックいきましょう。オンでいいよね。オンテクいきます。ラッパの時は基本的にオンでいいと思います。はい、オンテクいきます。はい、321ね。321、ラッパの条件を知りたいな。来ない時あるっていう人もいるからね。基本的に自分は彼女が来たら来てるんで、どうなんだろうな。評価とかあんのかな、やっぱり。はい、堀場、ライバル出現。いいですね。でも、まあ、堀場は正直、まだ無視ですね。病気になりたい。いいよ、イベントは進んでいく。で、桜場、これは、とりあえずハードワークね。はい、タックのところに集まって。うわ、3人。おぉ、いいね、いいね、いいよ。小暮と秋山、いいよ、メンタル。しかもメンタルにいるなと、本当に助かる。じゃあ、これはデートしていきましょう。で、デートじゃない、すいません。メンタルでいきましょう。で、能力を上げていきますね。とりあえず能力を上げておきます。もう振っても大丈夫な能力がありますので、とりあえずその能力たちを上げていく。今、決定力が来るからね。香川の金徳出てくるんで、まあ、とりあえずこれで、で、スピード上げましょう。スピードを上げて、テクも上げて、あー、あと1上がらないか。じゃあ、これ、とりあえずこうかな。で、オフェンス上げて、残りパワーかな。はい。はい、これでいきましょう。これでいきまーす。はい、ではオンメンタルいきましょう。ナイスです。で、ラブパ2ターン目、あと4ターン、あ、最大5ターンだっけ。持ってほしいね、まだ2ターン目とりあえず。はい、めっちゃ近づいてる、ありがたい。はい、3ターン目突入。メンタルじゃないこれは。あー、ここはもうこれでいいかな。うん、こっちの方がいいかもしんないけど、こっちでいいや。秋山がちょっとね、難関な感じもするんで。あー、小暮一致もさせたいな。有本一致もさせたいな。まあでも、堀場くんがいるからもうこっちでいいや。はい、テクニックいきます。オンテクいきます。ラップは3回目。堀場2回目。堀場もう1回で倒したいけど、倒せるかな。ちょっと微妙な感じですね。今の動き微妙だ。はい、ラブパまだ持ってくれ。まだ持ってくれ。OK、まだ持ってる。OK、いいよ。4ターン目。あと1ターン持ちそうな感じするな。そして5人集まってくれてますね。さすがにここだ。こっちもいいけどこっちだね。
はい、こっち行きましょう。で、テク、オンテク、オンテク。まあ、堀場くんこう倒せなくてもいいや。最悪倒せなくてもいいです。まあ、倒せない確率多分高いから。さすがに倒せないと。途中出場。ムードは、ワンチャンコツ拾うから、もうこのまま置いといて。はい、これで行きまーす。はい、オンテク行きましょう。はい、行きまーす。で、堀場くん3回目。OK、倒した！いいですね。おー、今回結構いいね。めちゃくちゃいいね。あと、桜バー、リモと秋山。うん、いいですね。で、やっぱもう一旦持つんかな。持つなら持ってほしい。持つなら持ってほしいよ。はい、堀場くん、鉄道具1。はい、終わっていくね。で、金徳も意外と終わって、お最大5ターン来ますね。最大5ターン。ここで終わりです。ここでラグが終了なんで、まあ、ああいうの、ここの回復ちょっといらなかったけどね。まあ、いいでしょう。で、どこに集、おここですね。ここ行きましょう。オンディフェンス行きます。小暮くんが終わっていく。で、有本が次のターン1。で、うん、秋山くん1ね。はい、ありがたい。ここ行きましょう。オンディフェンスです、オンディフェンス。ここ終われば桜庭以外って感じかな。はい、オンディフェンス行きましょう。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ早い。で、あゆちゃん練習後イベント。あゆちゃん練習後イベント。体力回復ちょっと回っとこう。来た、ナイス、いいよ。で、ここでラブパ終了。ここでラブパ終了です。で、持って、で、持って、有本はほっといてもいいので、まあ、小暮くんもほっといていいか。じゃあ、ここ行こうか。オンディフェンス行きましょう。オンディフェンス？オンディフェンス？まあ、ここが一番いいんだろうけどもね。まあ、オンディフェンス、いや。オフェンスでもいいな。オフェンス行っとくか。まあ、タックだからね。タックだからこっち行っときます。オンオフェンス行きましょう。はい、オンオフェンス。いいよ。いや、めちゃくちゃ近づいてる。桜庭以外行けてますね。はい、ありがたい。これで、ワンチャン、七夕で、ラブバック来ればやばいと思います。やばいことに。さあ、ここでラブバック来てほしいな。で、ここのターンは、次のターンを練習したい。次のターンを練習したい。次のターンを練習したい。オッケーオッケー。で、堀場、3人。ここ行こうかな。3人だな。そして監督の評価負けときたいね。はい、ディフェンス行きましょう。で、11% はちょっときついかもしれないけども、11% は、オフが良かったな。11% はちょっときついかもしれないけども、通ってください。この後、ミネクのね、体力回復あるので、ここは通ってほしい。OK! いいね。よーし、ナイスナイス。で、ここで体力回復して、このターンまでは練習かな。で、次のターン休むかな。で、ここは、果敢より臨床技術も欲しいな。はい。あ、どうしよう。体力、やばいな。メンタルがいいな。そうか。やっぱそうか。どうしよう。これ。オンオフェンスか。オフオフェンスでいいんじゃねえか。ダメかな。これ、めっちゃ近づいてるんで、オフでいきたい。うん。オフでいきたい。で、まあ、関君、中山、青木君は死んじゃうけど、ここでオフ行って次のターン体力回復。それが一番いいですね。29%。通るかな？通るかな？あー、通らなかったー！マジかー！まあ、しょうがねえな。これはしょうがねえ。はい、峰君、左右で違う。で、次体力回復しましょう。もう次は体力回復でいいよ。いい。しょうがない。29% はね、通らないもんなんで。はい。はい、ではデート行きまーす。3回目。まあ、デートの回数もね、まあまあまあ、まあまあまあ、いいでしょう。3回でいいでしょう。で、アスト終わっていく。で、奪還も取ります。はい、ここで練習して、次、流星群狙いですね。うわ、オンディフェンスですね、これは。オンディフェンス行っておきましょう。はい、オンディフェンスの前に、ちょっと待って、能力上げておきます。ミネ君も終わりかけてるんで、能力上げといて、で、スピードも上げといて、で、テクも上げといて、って感じかな。テクもっと上げたいな。はい、これでいきましょう。はい、オンディフェンスいきまーす。
いやさっきのオフェンス練習がね成功してればでかかったんですけどね。まあまあまあ仕方ない。経験点これでも5500点超えてます。さあここでラブパだ。ラブパが来てほしい。ラブパが来たらもう多分ゴーダ君来る前に全員一致してる。はい、ラブパー来てください。でこれはねサッカーが上手くなりたいにしときます。うん、いや微妙だな。流星群来ると思う、来ると思う。来た、ナイス。体力回復勝ちました。オッケー、これは勝ちだ、これは勝ち。で一気に行こうか、一気に行こう。桜庭一致させます。はい、ではテクニックいきまーす。もっとみんな集まってほしいな、できればね。まあもう結構みんな近いからね。はい、ではオンテクいきまーす。いきましょう。いや、ラブバー機械はマジでずるい。これはもうずるい。ありがたい。全員一致しました。あとはゴーダ君待つだけです。あと、ここ鉄のピッチまで行きたいね。うわ、体力回復がもったいないな。もったいない。うわ、体力回復もったいない。おお、スポドリありがたい。いや、体力回復なぁ。ちょっと違うんだよなぁ。はい、テンション上がっていく。そしてこれはもう、桜庭と小暮行きましょう。で、2ターン目これで終了です。はい。で、監督の評価も上がっていく。で、監督の練習後イベント来てね。監督の練習後イベント。いや、体力回復、ちょっと違うんだよなぁ。体力ない時にこういうの来てほしいんだよね。はい、オッケー。桜庭完全1位。いいよ。で、監督の評価上がっていく。で、栗林があと1回。うわ、ラブバー、うわ、2ターンで終わっちゃった。2ターンで終わったか。ちょっとマジか。かなり損した。マジか、どうしようかな。2ターンで終わっちゃったか。2ターンで終わっちまったか。じゃあ、まあ、とりあえずここだね。まあ、ここだね。オンテク行って、有本と堀場終わらせましょう。はい、オンテク行きまーす。またもう調整なんだ。でこのセクション中にデートあと2回行くことは忘れずに行きたいと思います。はい、完全に来ていいよ。で、矢部坂くんがちょっと遠いんで、矢部坂くん、タックのメンタルとかしてくれると助かります。はい、カルロス。で、栗林が終了です。成功してくれ！ラストパス！残念。インテリジェンスです。で、これはデートでいいかな。これはデート行きましょう。これはデート行きます。成功させたかったなぁ。で、あと、滝峰？滝峰と香川か。なので、もうテクはいいかな。まあ、上げとくけどさ。うん。栗林じゃなくて、さっき滝峰とかはもう終わらせてね、来てほしかった。それの方が成功率高いかな。はい。では、デート行きます。4回目。ピントがぴったしぐらいか、1回足らないぐらいだな。まあ、いいですね。はい。そして、ウィル君。あ、いいね。ここ行きましょう。はい。オフェンス行きます。で、桜庭ワンチャンタック振るしね。で、監督の評価上がっていくのは助かります。監督、練習後イベント来てください。監督来いよ、監督。はい、あと1。ここ1番、OK、監督の評価上がっていく。で、体力がちょっと持ってかれてるんで、ここでメンタル行きたい。メンタル行きたい。メンタルに行きたい。お、いいね。メンタル行きましょう、これ。あ、青木と秋山が終わる。いいですね。じゃあ、青木と青木か。じゃあ、青木と秋山。そうだ、青木と秋山、OK、合ってる。で、これ、メンタル行きましょう。オフメンタルで2人1です。2人1ってことは、あと4人ぐらいか。あと3人か。矢部坂、関、ウィル君。ウィル君残ったか。ちょっと近いメンバーが残ってるね。はい、では、オフオフェンス行きます。いいです。じゃあ、オフメンタル行きます。いいですね。はい。いや、早えな。早えな。2回の暴力ですね。本当にあゆちゃんの福井部のラウトのタイミングですよ。大事なの、そこ。そこがかなり大事です。かなり大事。で、ここ、まあ、踏みたいけど、これはオンメンタルでいいですね。ミル君のテンション上げといて、青木君も OK だし。はい、メンタルいきます。はい、で、次、矢部坂。矢部坂踏みましょう。次、矢部坂踏みます。あ、関くんでもいい。関くん踏もうか。関くん踏みたい。はい、サッカーの、いいよ。
サッカーの買収できたのはでかいな。はい、そして関くん、関くんでミルくん OK で、次デートでもいいけど関くんのテンション上がったらな、できればメンタルにやめさが来てくれると助かるんだけどな。まあこれフィジカルいきますね。あ、デートでもいい、ここデートでもいい、デートでもいいな。でもミルくんテンション上がってんだろ。あ、フィジカルいきます、いきましょう。で次メンタル、メンタルに矢部坂、メンタルに矢部坂か桜庭、まあいなかったらデート。はい、青木くんで桜庭は2人でウェイ上がっていきます。で、メンタル、あ、桜庭いるけどテンション上げてもいいけど、まあいいや、デート行きます。ここはデート行きましょう。はい、デート行きまーす、ラストデートで、くれ達人キープまでくれないかな。ああ、鬼キープまででした、残念。で、香川が終わっていく。はい、オッケー。いいよ。このイベントはね、このセクション中に終わってくれないといけないんで、オッケーオッケー。両方とも終わってくれました。で、達人、デッドスまでくれましたね、オッケーです。ちょっと体力持ってかれてるけどね。体力持ってかれてるのは不安ですが。どうしよう。ここ一回休もうかな。一回休むのありだと思う。それか、まあテクニック、まあ一回休むか。ちょっと矢部坂とね、席を近づけたい。まあテクニック行ってもいいけど、テクニック行って一回休んで練習、それでもいいけど、ちょっと微妙だな。これ技術あんまりそうな感じもするんだよな。今回テクニックの上限102だろ。テク行くか。はい、オフテク行きます。じゃあオフテク行って、はい、で一回休みましょう。一回休む、それか関くんか矢部坂くんがいたらいいけど、いたらメンタルにいたらいいけど、お、いるじゃん、いるじゃん。あ、じゃあこれメンタルいきます。オフ面いきましょう。はい、ではオフ面いきます。 OK です。で、あと矢部坂くんのみです。オッケーオッケー。矢部坂くんのみだったら終わる終わる。で、あゆの学園祭はね、体力全、大回復なんで、まあ、ここは練習でしょ。ここはね、こっちも行きたいところなんですが、こっち行きましょう。矢部坂行ってきます。うん。もう、楽にしておきたいんで。はい、オフフィジカル行きます。こっちもいいんですけどね。いいんですけど、まあ、これはオフフィジ。もっとでかかったオフェンス見ますけど、はい、オフフィジ行きます。オッケー、矢部坂あと2で、ここであゆが体力全開にしてくれて、矢部坂踏めば終わりですね。矢部坂踏めば終了です。ちょっと全開足らないけど自然回復で体力全開ですね。はい、1800。はい、ではセグ4やっていきましょう。いや、もう最高だね。おー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 、どうしよう。ここはね、オフェンスでもいい感じするな。うん、ここ矢部坂終わらせてもいいけど、うん、ここオフェンスでいい気がするよ。なのかな、戦いの前にね、能力パッと上げたいんだよな。そうなんだ、筋力がちょっと足りないんだ。面倒くも取っちゃえ。あ、バイタルいけないか。お、いいよな。練習行こうか。練習行って技術もらってこれ踏んでいくか。バイタル行くか。バイタル行きますか。バイタルまで行きましょう。はい、ではオフェンス行きます。オフオフェンス行きまーす。はい、矢部坂に残ってますが大丈夫です。はい、郷田くん勝負していきます。で、2ターンぐらいで終わってくれると最高なんだけど。カルロス筋力もらってきまーす。闘争心でよかったかな。闘争心でよかったか。ミスった。まあいいな。はい、ゴーダ、練習にしっかりと来てくれよ。ゴーダが練習に来てくれたらまだいける。で、スピードは100にしておきます。はい、そしてカウンター、ハードワーク。そして、あとは、何か取っとこうかな。
パスとか展開力、まあ、とりあえずこれでいこうか。とりあえずこれでいきまーす。はい、では郷田くん、郷田くんメンタル、あ、フィジカルか。はい、ではオンフィジいきます。オンフィジいきましょう。はい、オンフィジいきまーす。郷田くん1回で倒したいけど無理なんだろうな。で、郷田くんメンタルに来てくれると助かります。メンタルに来てくれると助かります。はい、あー、オフェンス、まあそんなだな。郷田か、ディフェンスか。はい、これはディフェンスいきます。で、体力回復しておきましょう。で、監督気づいたら評価上がってましたね。 OK です。上がりきってました。で、で、精神がちょっと司令塔を取る。で、大一番で、動作者が抑えちゃうか、爆発力も抑える。はい、これでいきます。はい、いいでしょう。はい、ではこれオンディフェンスいきますね。とオンディフェンスいきます。はい、ゴーダーあと1回。 OK、 あと1回で終わるね。これ終わるなら OK。 でメンタル、いや、そう、あ、ワンチャンあるぞ。ワンチャンあるぞ、ハラッパ。ワンチャンある。でも矢部さんがこれ終わらせとくのもあり、体力回復して終わらせとくのはありですが、9873ターンで終わらすのちょっとしんどいんで、これテクニックいきます。はい、テクニックいきましょう。オンテクで終わらせていきます。で、ラブバ来い、ラブバ来い、ラブバマジで来てほしい。ここは来てほしいよ。ラブバ来たら2ターンで終わる。来たー、ナイス、来た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 、終わった。ハマったね、あゆちゃん最高だわ。今回最高のムーブしてくれてます。はい、ではこれをディフェンスいきまーす。あと一旦待とうね。はい、オンディフェンスいきまーす。はい、終わっていく。いいね、ゴーダくん次踏んで、ゴーダやめさか一緒に来てくれ。あー、でこれは体力回復しておきます。体力、回復多い方がいい。まあもう一個ね、終わっちゃうんで。確かハードワークのコツ持ってたんで。はい、やべえ、ゴーダくんがいた。ロック、オッケーオッケー。矢部坂がいねえぞ。矢部坂がいねえ。矢部坂がいないけど、まあ、とりあえずこれ、オンメンタル踏んどきます。はい、行きましょう。はい、郷田くん終了。2ターンで終了。ありがたい。で、矢部坂だ。どっかで矢部坂。矢部坂だ。矢部坂、桜庭一緒に来てくれ。矢部坂、桜庭一緒に来てくれ。はい、これは10ね。はい。で、矢部坂はそこ。OK。矢部坂と桜庭が一緒にいる。テンション上がるんで、これは OK でしょう。はい、オンテクいきます。はい、これで終了です。はい、こっから桜はテンション上がってるので、でかいタック踏んでいきましょう。で、ラブはもうちょっと続いてくれると、体力の消費減るんでね、ありがたいです。はい、鉄が確認し、OK。いいですね。急遽ピッチ、ここまで来ました。ラブは最高すぎたな。おー、ドリブラーのコツまでもらえた。ナイス、いいよー。で、桜庭はスピードが違うんだよな。まあでもこれはオフェンスですね。はい、バンバンオフェンス踏んでいきましょう。はい、行きまーす。行きますね、と。はい、OK。はい、交渉のコツゲットです。で、サクッとピンチャン行きましょうと。行きますね。で、ここで取れるものは取っときたいのですが、まあ、この辺は取っとこう。凍傷な精神はな、ちょっと怪しいんで、ファーストゴール取って、テクニック振って、って感じかな。はい、これでいきまーす。いきましょう。まあ、パーマンティか、パーマンティしようか。はい、いきまーす。なんで、まあ、大丈夫でしょう。満点取れてると思います。はい、434。試合経験点がでかい。ありがたいね。で、ランパ終了。ありがとう。もう、ごちそうさまでした。で、うわー、これテンション上がってるメンバーが少ないからちょっとしょぼいな。桜はいないんだな。はい、ではオフェンスいきます。オフェンスいきましょう。はい、オフェンスで、セックンと堀場くんが上がっていく。で、桜のテンション上げたい。桜のテンション上げたい。あ、メンタルいきます。これはメンタルでいいでしょう。メンタルいきます。桜のテンション上げてね、でかいタック狙っていきたい。はい、メンタルいきます。で、ドリンクもね、いけそうだね。ドリンク余ります。で、ビハインド最後、強心臓もらえるのか、確かに。でもって、投票も取っちゃっていい感じするけど、まあ、とりあえず、いいか。
うん、ドリブラー抑えます。じゃあ ビハインド抑えます。ビハインド抑えてメンタルいきましょう。はい、メンタルで桜庭選手上がっていきますね。さあダッシュ頼むぞ桜庭。いや来ねえんだよな桜庭な。オフェンス行ってほしかったな。まあでも結構でかいタックなんでありがたいですね。でこれをオフェンス100にしておきます。スピード上げておきます。でダッシュドリブラー抑えるか。でパススルーパスアーリー、あちょっとこれかどうか、まあ、スピードもちょっと待とう。これでいきます。はい、オフェンスいきましょう。はい、OK です。さああとはでかいタックルだけだ。ここはでかいタックルだけです。はい、関君ありがとう。いい姿勢ね。はい、やる気上がっていく。ありがとう。で、桜庭、これで、これいいな。生きたいけど、これはオフェンスですね。桜庭、ではテクニックですね。桜庭のテンションがここで下がってしまうので、ここはテクニックいっておきましょう。ここはテクニックいっておきます。ちょっと技術ね、溢れる可能性が高いですが、テクニックいっておきましょう。本当はね、精神もらいたいなと思ったんですけどね。まあ、しょうがないか。まあ、でも精神結構触れてるからね。はい。では、これ、テクいきまーす。テクいきましょう。精神回収もありなんですね。はい、桜庭。さあ、桜庭、オフェンスに来い。オフェンスに来い。でかいの来い。ああ、なんでやね。はい、ではオフェンスいきまーす。ラスト、桜庭、テンション上がってるんでね。オフェンスに来て。はい、サクッとピンチャーいきます。そして、どうしようか。シュートレンジ、ヘディング、マーク外し、マッチア、あ、マッチアップもあったな。奪還。で、投手を取っちゃっていい感じもするんだけどな。まあ、この辺も取っといて、パス感、展開力、クロス。まあ、これを押しとこうか。こうしたと溢れないんで、とりあえず、これでいきます。いきましょう。はい、終わりました。とりあえず2ゴール上げれましたので、これで終了です。はい、ここは経験点満点だと思いますね。はい、487。でかいですね。ありがとうございます。で、オフェンス。で、桜庭はどこにいる？桜庭、オフェンスだ。来たー！でかいの！最後に来ました。ありがとうございます。でっけ。じゃあ、もうパワー振っちゃって、テクはまだかなー。投手を振っちゃう。待てよ、コツって来てなかったよな。コツはないよな。コツはないからもう振っちゃっていい。振っちゃっていい。振っちゃっていい。で、この辺も押さえていく。で、シュート力は1だけとりあえず取る。で、スピードだな。スピードだな。スピードスピード振るか。スピード振りましょうか。振らないといけないね、これもね。スピード、スプリントまで行きたかったけど、トラップ、待てよ、キープの方がいいや。印象ちょっと使いたかった。はい、ではこれで、とりあえず行こうかな。うん、とりあえずこれで、タック踏みましょうか。とりあえずタック踏みます。で、ドリンク飲んで行きましょう。はい、ではオフェンスタック、最後の最後、行きますね、と。はい、行きます。はい、でかいタックありがとうございます。で、サクッとピンちゃん行きますが、ここで、テク触れないのか。テク触れないのか。まあ、とりあえずテクだね。テク、スタミナ。で、筋力をちょっと使っていきたいんで、これ取って、トラップ。いや、技術使いたいな、技術使いたい。技術を使いたい。技術を使いたいのだが、まあ、この辺も取っといて、溢れるのだけはやらないね。筋力、カバーリング、どうすっか。フィジカル取っちゃうか。で、シュート力抑えちゃうのか。で、精神、あと1個なんか振りたいな。なんか振っていく。チームプレー、上げたいんだよな。チームプレイでいいかな。とりあえずチームプレイ振っていきましょうか。はい、ではチームプレイ振って、これでいきましょう。溢れることは多分ないんで、はい、これでいきます。いきましょう。
はい、終わりましたが、ちょっと PK 戦まで行ってしまいました。申し訳ございません。いやー、やってしまったなー。やっぱモンスターここ強いんですよ、普通に。うん。経験点100点、オール100点ぐらい減りましたね。はい、残念です。せめてね、得点させてくれたらよかったんだけどね。はい、マッチアップもらう。はい、そしてここで強心臓もらえるのかな。はい、経験点24,501点。やっぱ出ますね。やっぱでかいタック踏み出すと出るんで、まあ、この方向ワンチャン強いかもしれない。はい、ではちょっと振ってまいります。少々お待ちください。はい、振ってまいりました。まあ結構振り切れたのかなという感じですね。うん、まあ問題はもうちょっと精神臨床を稼ぎたいっていうのと、あとはまあ金卓をどれだけ成功させれるか、まあ、今回ラストパス取れませんでした。あとは達人切符も取れませんでした。それぐらいかな。桜庭は取れたし、うん、それ以外は成功してるんで、まあその辺がね、成功してきたらもっと上を目指していけるのかなと思います。でもこれでもね、多分 USS は行ったと思う、USS は行ったと思う。さあ、桜庭海王山高校、さあどれぐらい行った。はい、 USS 行きました。はい、ありがとうございます。これでラストパス、そして先ほどラストパスなんだっけ、はい、達人キープが成功してればワンチャン USS 2まで行きますね。うん、まあこの方向やっぱりパワーはあります。まだまだタックでかいの踏めますし、うん、USS 3,4 ぐらいまではいけんのかな、頑張ればね。うん、また目指していきたいと思います。まあできればね、高校金属強心臓、そしてなんだっけ、あと精神的支柱、徹底抗戦、凍傷、エースキラー、ちょっと査定の低いやつばっかなんですよ。うん、これがちょっと残念かなと。まあこれがもし査定の高いものが来てたら、もうこの方向お化けですよね。うん、また、今度挑んでいきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。